今日はパックの現状と経過についてちょっとお話ししていこうと思います。前回動画上げた次の日かなにちょっと落ち着いてるなと思ってお家で見てたんですけど、病状がちょっと悪くなっちゃって、急にねなんかこうバタンって倒れて、痛みがすごい強くなったみたいで、すごい声出して呼吸がもうどうにもこうにもならないっていう感じで、吐いたり失禁するっていう状態になっちゃって、すぐ病院に連れてって、その日のうちにパックはもう入院になっちゃいました、うん、入院になった次の日に先生から朝電話が来て、パックの状態がやっぱり良くないっていうことで CTMRI の検査に進みましょうということで、いい先生がいるっていうことで、そっちの病院紹介するから行ってくださいってことで検査に行ってきました。 CTMRI 全身麻酔だったんですごい心配したんですけど、パックも頑張ってくれて、すごい吐きながらで、もう車の中でも向こうの病院着いてからでもずっと吐いてて、2日間全く飲まず食わずだったんですけど、検査も無事に終わって、結果はまずレントゲンの結果からで、完熟亜脱臼ではないっていう結果でした。でその後 CTMRI を見て、まず脳とあとここの首のところとお腹のところを見てもらったんですけど、脳にはまず異常なしって言われました。でその後首の3番と4番のところがヘルニアになってるということで、頸椎椎間板ヘルニアって言われました。頸椎椎間板ヘルニアからこの痛みだったりとか手足が動かないっていうのが来てるんじゃないかっていうのと、あとお腹の方も検査進めてったら、食道と胃の方が何にも食べてないにもかかわらず水でパンパンになってて、それがずっと吐いちゃうっていう状況になってるっていうことで、巨大食道症っていう病名も見つかりました。巨大食道症になってるっていうのと手足が動かないっていうところで、巨大食道症の原因になる病気が重症筋無力症っていう病気なんですけど、重症筋無力症のお薬を始めるにはやっぱり神経系のお薬になるので、もし違ったのにそのお薬を使うと症状が悪化しちゃうっていう可能性もあるので、先生的には確定しないとその薬は使えないということで、重症筋無力症の検査もしました。重症筋無力症の検査ができるのが世界でアメリカしかないっていうことで、アメリカに血液検査の検体を送って2週間後検査結果が来るっていうところです。一昨日簡易的な検査を行ったんですけど、それは陰性でした。まあ、それが陰性だからって言って 100% 重症筋無力症ではないということではないので、2週間後のアメリカからの結果待ちっていうところに今なってます。とあとはここから脊髄の方から脊髄液を取って、脳にウイルスがいないかを調べるのに脳への検査も今してて、脳髄液と血液検査と CTMRI レントゲンを今全部行って、体の全部今昨日見ました。左の前と後ろの足はこうなって戻らない状態、こうやって自分で戻らなくて神経がまあちょっとダメになってる状態で、右も前足は OK なんだけど後ろ足がもうだんだんと戻らなくなってきてる状態に今なってます。重症筋無力症だと今後が大変になるっていうので、その可能性が一番潰したいっていうから、まあ、検査を出してるっていう、首のコルセットも今まで簡易的なだったんですけど、今日また病院に行ってサービックカラーのいいコルセット、これが今後パックの相棒になるということで、ね、フルオーダーメイドで作ってもらいました。本当一時期、まあ今も痩せてるけどすげえガリガリで、10キロあった体重が今は 8.5 キロになっちゃいました、ね。まあ、ご飯も食道巨大症か巨大食道症か、その病名のやつは食べさせた後に縦抱きにしてご飯が下に落ちるようにするって感じで、そうそうそう、一度にいっぱい食べれないので今は3回食にして縦抱き30分にしてるっていう感じで、今は昨日からやっと吐かなくなって、そうそうそう、もう吐かずにご飯食べてくれてお水も飲むし、それだけで本当に嬉しくて、もう先週はもうずっと泣いて、こんな喋れる状態じゃなくて。食道巨大症がまずい病気なのかっていうと、今でね食物が行く前に逆流してで嘔吐につながって喉に詰まったりとかさ、肺とかに入ったりとかするんだよね。がそれが肺炎になっちゃって致命傷になっちゃうから、 それで結構取り返しのつかない状態になるっていうケースが多いから、ここは
まあ、今後治療していくんだけど、その治療の方法が重症筋無力症の治療の方法になるのか、また別の方法になるのかっていうところにつながるんだよね。いっぱい病名がすごい出てきて、この1週間は本当に怒涛の1週間だったね。寝れなかったしね。夜中にパックがちょっとでも吐いたりしたらもう飛び起きて、やっと今ご飯も食べれるし、うんちもするし、おしっこもできるようになったし、自分で立てるから、重症筋無力症の確定診断はまだだけど、先生はまあ陰性かもしれないっていう可能性があるっていうふうに言われてたから、まあちょっと気持ち的には明るい気持ちになりつつあるというところで動画も撮ってます。皆さんのコメントでいろいろ応援していただいて、とてもありがたく思ってます。励みになってます。まだまだ続きますけど、闘病生活頑張っていきましょう。はい、はい、頑張ろう。